行く便まさあ、はじめロックスでございます。どうもです。さあ今回なんですけどね、ガンズ&ローゼス、いよいよ、7月の31日ですね、に迫ってまいりましたですね。もうすぐですね。今日あの7月30日なんですけども、いよいよね、まあ明日ですね、ガンズ&ローゼスの、ツアーが再開されるということですね、非常に楽しみなわけですよ。これはツアー始まって毎日ね、YouTube で、まあ、上がってきた動画を見たり、セットリストを見てニヤニヤしたりとかね、まあ、そういうのが、まあこれからずっと続くと思うんですけども、明日はね、一応6時スタートと、午後の6時スタートということで、まあ、ペンシルベニア州ってところでやるんですけども、まあ、日本との時差があるんで、実際はね、日本でいうとこの1日の朝の8時ぐらいかなから、まあ、スタートということに、なると思います、ね。で、まあ、一番自分楽しみなのは、まあ、前回から1年以上、前回最後にライブしてるのがいつだったっけ、確か3月ぐらいなんですよね。そう、去年ので、そこからもう1年以上空いてるんで、まあ、セットリストなんかね多少変えてくるかなっていう、その楽しみもあるんで、まあほぼほぼ変わんないと思うんですけど、まあ、1曲2曲ぐらいなんか新しい曲入れてくれたら、もうそれだけでもう、まあ、焦点ですよね。もうはい、もうびっくりしたね、ということでですね、まあ、前回最後がそうね、やっぱり2020年の、3月かな、3月16日が、最後です、ございます、この時にやったセットリストが、まあ、イストイージー、ミスターブラウンストーン、チャイニーズデモクラシー、ジャングル、ベルベットリボルバーのカバーでスリザーね、ラブトキジャイブ、ベータ、イストエンジョ、リベンデッダイ、ユアクレイジー、ロケットクイーン、ユクルピーマイ、ソファイン、シビルはデッドホース、スイッチアイドマイン、ノーメバーレイン、ノキノヘブンズドア、ナイトレイン、アンコールでドントクレペーシェンス、パラダイス、シティという、ね、全22曲、23曲で、まあ、締めくくってるわけですけども、まあ、これちょっとまあまあ、例外というか、ちょっと曲少ないですけど、まあ、基本的にはこの感じでいくと思いますね。はい。で、今までの今回のツアーでは、まあ、カバーとしてはザ・フーのカバーと、まあ、あとはサウンドガーデンのカバー、まあ、あとはなんだ、あとは定番のカバーもやってますけど、あとは、まあ、ACDC もちょこっと、やってましたり、したんですけど、まあ、ここで、明日からのツアーでまた新しいカバーが飛び出すかもしれないという楽しみがまず一つとですね、この最後の時に You are crazy とかやってんすよね。これあんまやんないんですよね。あと So fine、 これもかなりレアですね。あと Dead Horse、 これもまあまあレアですね。でこの3曲を最後にやってきてるわけなんですけども、まあ途中からやりだしたベルベットリボンのスイザーも入ってますけども、まあ、あとは、まあ、たまにやる、まあ、マイ・ミシェルとか You Still Love Her とか Yesterday's とかね、まあ、これコーマ入ってねえな、そういえば、まあ、うん、まあまあそんな感じなんですけど、あとはなんか自分が思うには、一応自分の希望としてはベルベットリボルバーの曲をね、もう1曲くらいやってほしいんですよね。まあどうなんですか、でも1曲もやってるから、アクセルが完全にそれを嫌がってるとか拒否してるっていう様子でもなさそうですよね。なんか1曲何でもいいからやってほしいですね。はい、セットミーフリーとか、まあ超メジャーの曲ですけど、なんかアクセル合いそうな気がするんですよね。はい、あと、うん、そうな、サッカートレインブルースとか、まあ何でもいいんですけど、なんかやってくれないかなって
意外に期待してるんですけどね、どうですかね。またまたガンズからの曲だと、まあそうな、やってほしい曲っていうと、まあ自分的にはブレイクダウンやってほしいんですけど、まあ、絶対やんないんで、まあ、それはいいとして例えば、まあ、スパゲティインセントに入ってたのカバーアルバムね、あそこから、まあ、100% やんないと思いますけど、まああのニューヨークドールズのヒューマンビンクとかめちゃくちゃやってほしいですね。あとナダレスのヘアオブザドッグとか、まあ やんないでしょうねまあやんない、まあ希望ですけどね。まあ、ワンチャン可能性があるとすれば、まあ、そのさっき言ったベルベットリボルバーのカバーはもしかしたら新しいお披露目あるかもしれないですよね、はい、であとなぜか突然最近急にガンズ&ローゼスのオフィシャルの YouTube チャンネルで Used to Love Her のなんかライブ映像が結構昔のがなんか突然上がってましたけど、あれなんか意味するんですかね、まあよくわかんないですけども、まあ、なんやかんやで、まあ、楽しみは増えるばかりという、ね、ことで、すっげえ楽しみっすね、めちゃくちゃ、マジで。もう、ここ、明日からもうずっとガンズ尽くしになりますね、自分は。ほぼほぼ。まあ、他のも聞きますけどね。あとは、そうだな、まあ、プリティタイドアップとかやってほしいですね。ワンチャンプリティタイドアップとかやりそうっすよ。もしかしてやるかもしれないですよね。あとは、まあ、何かのカバーが突然出るかもしれないですね、これも楽しみで、まあ、最後にあとは、そういえば1年ぐらい前にガンズの好きな曲ベスト5みたいになったんですけど、ちょっと順位もう忘れちゃう、何選んだかよく覚えてないですけど、まあ、今ちょっと言っていいですかね、今3曲あるんですけど、もう鉄板ソングがもしかしたら前と変わってるかどうかわかんないですけど、一応まあ、今発表すると、3位がドントクライなんですよ。はい。で、2位がロケットクイーン。で、1位がスイートチャイルド。マインっていうね。この3曲はマジで愛してます。はい。やばいっす。ドントクライはね、まあ、ライブでやったりやんなかったりなんで、まあ、まあ、今回のツアーでもね、まあ、たまにはやる、毎回は多分セットリストには入んないと思うんですけど、まあ、7割ぐらいでやってくれるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。まあ、ロケットクイーンと、まあ、スイッチアウトまではほぼほぼ 100% 鉄板でやると思うんで、ねえ、もう楽しみっすよね。もう、1日仕事休めようかってなって思ったんですけど、予告日思うと別に休んだとこで、ライブ生で見れるわけでもないですからね。まあまあ、それで仕事終わってからゆっくり見ようかなと思ってます。はい、そんなわけですね。いよいよ7月31日から、ガンザロースの、ツアーが再開されますので、皆さんもね、ファンの方はチェキ出して、まあ、セットリストとかね、まあ、YouTube で上がって映像見て、楽しんでみてはどうでしょうかということでね、本日は終了したいと思います。はい、それではまたお会いしましょう。さようならと。てねねねー、てねねねー。